はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、2つ、ご紹介したいと思います。まずね、ドラゴンボール、はい、こちらね、ついに出ましたね。はい、ちゃんとね、はい、ブルーレイ劇場版ブルーレイ、はい、こちら出ましたね。ブルーレイ、まあ、DVD も出てますけどね、自分はブルーレイ買いました。特別限定版、初回生産限定、はい、こんな感じで入ってますね。書き下ろしアウターケース、デジパック、オリジナルカードフォルダー、ボーナスディスク等々、はい、あとサイヤ人缶バッジセットとかね、はい、まあ、これはね、まあ、中開けてご紹介はちょっとできないつが、まあ、うん、まあね、手に取ってね、実際自分で見たいっていう人もいると思うんでね、はい、ちょっとそこは開封せずにしたいと思います。うん。はい。で、実はこれね、いろいろな、ところで予約してた時に、それぞれのショップで特典が違うんですよね。結構HMV とかなんかそういうね、別のショップとかなんかそういうところで特典が違うんですよ。はい。で、自分はね、すっごい悩んだんですよ。どこの特典が一番お得かなって思ってね。で、結局、自分が選んだ特典っていうのをね、ご紹介したいと思います。はい、まず、はい、こちら、なんじゃらと思ったんだ、これはマイクロファイバークロス、はい、はい、クロスですね。まあ、まず使う機会はないですね。はい。非売品。not for sale。はい。はい、こちらね。はい。で、こちらがつくっていうことはもうご存知の方もいると思いますが、じゃじゃんと。ブロリー、スカウター型アクリルフォトフレーム。監督のね、書き下ろし、フォトカード。こちらの2点がついた Amazon 限定で買いました。はい、なんだかんだいろいろね、見てね、HMV はクリアファイルだったんですよね。うん。のみだったんで。だったら、なんかこっちの方が豪華じゃねえと思ってね、特典的に。うん。で、思わずちょっと、いろいろなところと比べてね、うん、Amazon にしました。はい。まあ買うときにはね、これがどういう感じのものかっていう詳細がね、わからなかったんですよ。ただアクリルフォトフレームってだけでなんかすごい良さそうだなと思ったんでね、うん、こっちにしたんですが、まあ、いざね、こう開けてみてどういうもんかなと思ってね、まあ、私先に見ちゃったんですけど、こういう感じのものなんですよ。すごくないですか？すっごいなんかいいシーンだよね、和やかな。いや、このまさかね、悟空が全然映ってないっていうね。で、これがね、スカウター型になってるんですよ。ちゃんとこうやって円になって、スカウターで文字がついて、うん、こういう感じですね。もうすごい結構大きいんですよね、手のひらと比べても。すげえいいじゃん、これと思ってね。で、台座もつくんです、ちゃんと。ドラゴンボールスーパーブロリー。で、これを多分こうやって立てかけるんですよ。うん、この特典一番良くないですかね。うん、結構ほんとしっかりしたアクリルですからね。これは、うん、いいんじゃないですかね。まさかのシーンですよ。てっ
きり絶対あのね、なんか戦闘シーンとかなんかそういう有名なシーンかなと思ったらね、このあえてのこのシーン、はい、いやこれはねいいですよ。こんなシーンをね選ぶとはね、なかなかおつなもんですよ。はい。ということでね、私はAmazonで買った、劇場版ブロリーのね、ブルーレイ、こちらを、ご紹介させていただきました。購入した方はね、どこで、買いましたかね。うん、まあ特典は様々だと思います。はい。ではね、次の商品に、行きたいと思います。はい、続いて、ご紹介するのはワンピース。こちら。じゃじゃんとね、まあ結構今更感あるよね。もう出て結構経つけどね。ワンピースの、グリッター&ブレイブ。はい。まあグラマラスは女の方なんでね、ブレイブ、勇気。はい。男のキャラクターです。はい。こちらのサンジ、マントバージョンですね。はい。これ2種類あるんですね。はい。一見ね、マントバージョンの方がお得じゃんって思うんだよね。うん。だってマントつけなければ、ね、こっちと同じになるじゃんって思うんだけど、なんと顔の表情が違うっていうね。うん。で、この差でね、意外にこっちの方がなんか高くついてる気がするんだけど、なんでだろうね。多分付け替えられるよね。だから2体買って付け替えたりもできると思うんですよね。はい。前々からね、これは気になってたんですよ、このサンジは。うん。かっこいいじゃんって、出来良さそうだなと思ったんですけどね。うん。まあ買う機会がなかったんで、たまたまね、近くのリサイクルショップで安く手に入ったんでね、うん。この機会にと思って購入してきました。はい。では早速ね、こちら開封して、まあ、袋の状態をね、見ていきたいと思います。はい、袋の状態を見ていきましょう。まずは、台座。台座に、下半身。結構大きいですね。で、上半身。で、マント。はい。こういう感じの、入り方ですね。ではね、早速組み立てて、詳細見てみましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう。こちらです。いやこれね、いやもう出来いいですよこれ。あのね、顔もね似てるんですよね、うん、もうサンジ以外の何者でもないですね。でちょっとね、口もこう半開きになってるのもね、すごいいいですね。うん、で、タバコ持ってて、うん。いや、かっこいいな、このサンジ。で、何にもマントがね、やっぱかっこいいよね、マント姿。似合うね、サンジは。うん。このブーツもテッカテカ。さすが黒足。はい。いやー、おしゃれだね。かっこいいなー、この三次、うん。いやー、いいわ。このマントもね、何気にね、すごいいいですよ。うん、まあ、成型色丸出しなんですけど、うん、全然もう、このまんまで全然いい。いやーこれね、ほんとね、マントはね、ほんと、これ、ただ単にこう、かぶせるだけなんですよね。うん、だからほんと、マントをつけなくても、こうやって飾れるっていうね。いやー素晴らしいね。いやーこの三次すごいいいなぁ。はい。ではね、
いつもの恒例の回転台座でお別れしたいと思います。はい、では皆さんね、ぜひね、チャンネル登録またはいいねボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。